と銀河さんおはようからなんちゃんおはよう。いい子にしてる？いい子？のりこアット銀河さん寂しい。寂しい？いつ来る？今度。今度は寂しがりやな。俺も寂しいよ。寂しいっつって。ジョージャクチャンさん10倍お札を3個プレゼントしました。お札ありがとう。ジョージャクさんのりこアット銀河さんお札を3個プレゼントしました。ジョージャクチャンさん10倍出たわら。10倍出たね。ジョージャクさん最近仕事忙しいの？忙しい？ジョージャクチャンさん、いろいろ忙しい。あ、そうなんだ。まあ、忙しいのはいいことだね。ユータンさん、お札を3個プレゼントしました。お札ありがとう。どんちゃん次いつ来んの？
八枚レズハイさん、和骨。はい、和骨。匿名取表口さん、お札を3個プレゼントしました。8枚レズハイさん、あげる。ありがとう。皆さん、こんにちは。8枚レズハイさん、あげる。ありがとう。週月リリさん、バドツ。はい、おかえり。あと4000ポイント差だね。トップと4000ポイント差だね。まあ、いけなくはないね。どうだった？4000ポイント差だった。ツイッターに DM 送ったよ。トップ20位に入るためには、あと4000ポイントだね。八マイルズハイさん、今日なんかあった？良いこと悪いこと。寝起き。もっこりさん、寝ないのか？週月リリさん、ということは射程圏内。今日、まあ、陰陽師が10発ぐらい飛んだら多分20位に入れる。で、明日は明日で分かんないね。とりあえず、陰陽師が10発今日もらえて20位に入れるかなぐらいの流れかな。ちょっと読めないね。なんだろう、もう勝ち確なのは何発ぐらいだろう。陰陽師が、陰陽師がね、大体、まあ、50発ぐらいあったらもう余裕じゃない。おそらく予選通過は余裕だと思う。あ、違うな。そうだね。陰陽師が、トップが5万円だから、俺廃校でしょ？トップが5万だから100発いったらトップ取れる。予選でトップ取れる。100発で、これランキングの見方なんだけど、ここの部分がポイント数なのね。これランキングの47000、これがひどんなさんがトップだから47000で、で俺9000なの。だからまあ陰陽師が、この辺だいたい1万7000とか1万8000とかだから、まあ陰陽師50発で予選通過硬いな。で俺がね1万9000、ここがポイントなのね。1万800、まあそんな感じかな。まだ諦めるにはまだ早い。4000ポイント差だから、ケントさんと全然あると思うよ。全然予選通過はあると思う。いけるいける。週月リリさん、和戸さん、陰陽師じゃなくてお払い、お払い。あ、お払いかお払いか、お払いだね。払いたまへ、汚れを払いたまへ。ルナちゃんさん、お札を3個プレゼントしました。お札ありがとう。お札ありがとう。お札1個で何ポイントなんだろう。10ポイントかな、1ポイントなのかな。お札何ポイントなんだろう。週月リリさん、みんなでとりあえず1回ずつお払いしてね。お払いありがたいね。書いとく。お払いお願いしますと書いとく。和田監督さん、お払いアイテムお願いします。同じ逆三角く書いといた。払い、
除霊師っていうアイテムなのこれは。除霊師だって陰陽師じゃなかったわ、除霊師だ。八枚レズハイさん、ホラー DVD 出演オーディションで25位ってこと？そういうことだね、25位だね、今。うん、受かりてえな、受かりたいね。匿名取表口さん、お札を3個プレゼントしました。お札ありがとう。お札ありがとう。サンキュー。ギリさん、さっき見たら除霊師売り場は18日までだけど、ビションは11日までとなってるよ。予選が11だね。ツイッターに DM 送ったよ、リリ。あのね、お知らせっていうのを見ると書いてあるんだけど、お知らせの運営さんからのお知らせ。予選が11日まで。予選が明日まで。で決勝が14、15、16、17、18まで。OK。9から11が予選なの。でここで20位に入ると。千代豊さん、弾丸企画いつ本番？弾丸塾？ごめん、まだ公式な発表を待っていただきたいですね。申し訳ないです。はい。ちゃんとやってますよ。ただ僕運営じゃないんで、プロデューサーでもディレクターでもないんで権限がないです。把握はしてますけど、ごめんなさい。運営からの結果というか発表を待ってください。申し訳ないです。楽しみにしてくれてありがとうございます。池さん、お久しぶりです。池さんいらっしゃい。中月ギリさん、私一人じゃ無理だから皆さんを払い投げてください。皆さんよろしくお願いします。まあみんなでね、ゆっくりやろうよ、ゆっくり。積み重ねてこうぜ。中月ギリさん、お払いありがとう。リリア、お払いありがとう。ありがとう。払った払った。千代豊和さん、ニコ生支援金バブルが空いてるよ。あ、そうなんだ。ニコ生バブル来てるんだ。すごいね。いいね。ゆっくり行こう。ゆっくり。千代豊和さん、フグちゃんで毎月支援金150万円。すごい、お払いありがとう。匿名さん、お払いありがとう。フグちゃん支援金150万、マジで？マジで？ありがとう、お払いありがとね。
週月リリさん、匿名様ありがとうございます。ありがとう。マジで150万フグちゃん、すげえ。桁が違うよね、やば。すげえな、150万、やば、すげえ。千代豊和さんに、このまし演者はグワチに移動してない。まあ移動しないだろうね、いいんじゃない、好きなサイトで好きに楽しむのが。っていうか別にサイトでもサイト移動したら儲かるわけじゃないからね。ゆっくりやろう。サイト移動したら儲かるわけじゃなくて、その配信者にファンがつくかどうかだから、だからフグちゃんに投げてるわけだから。週月リリさん、支援金って何？銀行口座にお金振り込んだりとか、うん、生主はほら直接支援するよっていうのも全然あるの、昔から文化として。ふわっちとか YouTube とか最近なのね、投げ銭って言ってこうアイテムで支援するっていう文化は。でも生放送の文化はもう古いから10年ぐらいあるから、だからみんな昔は現金とかアマゾンギフト券とかを直接送ってたの、家とかに。千代豊和さん、うん、森の支援者は佐田に支援金あげてる。あ、そうなんだ、へえ。そっかそっか、すごいね、まあ、みんなうまくいってるんだね。八枚レズハイさん、フグちゃん長いからね、イコール配信たまには良いんじゃねえの。フグちゃん長いもんね、W、フグちゃん性格めちゃめちゃいいよ、すごい接待してくれた、美味しいお蕎麦屋さん紹介してくれた。福島なんだっけ、福島のなんていう場所だっけ、あそこは。週月リリさん、すごいね、金持ちもいるものだね、うん、お金持ちたくさんいるよ、リスナーさんで。何回も俺も支援されたもん、たくさんいる、たくさんいる。1日すごい時いくらもらったっけ、10万円、多分俺の最高額10万円だね、1日で。たった1日で10万円だぜ。千代豊和さん、リスナーはありがたいよね。本当だよね、だって1日で10万稼ぐことなんか人生でなかったもん、俺ないよ。それがまあマックスかな。週月リリさん、今は？今はあんまりかな今は最近あんまり良くない、生活するのでギリギリ。33歳、でも貯金はあるからリリ大丈夫だよ、俺には貯金がたんまりあるから、やばいよ、溜め込んでるから、ほら俺の全財産やばい。これが33歳、配信で成功した男の頂点。3万円か4万円ぐらいあるでしょ。八枚レズハイさん、フグちゃんステロイドインで筋トレして壊したって言ってたよ、どこまで本当なんだか知らんけど W よくわかんないね。千代豊和さん、細川さんがボンちゃん支援してるからね。細川さんっていう人知らないな俺。週月リリさん、うん、私は自分で今まで頑張って働いてだから、おもろいな、ワドツすごいよ、金持ち。すごいでしょ、ワドツすごいでしょ、お金持ち、うん、ヒトラーさん、おはようございます。おはようございます、ヒトラーさん、おはよう。千代豊和さん、マゼさん知らないとか嘘でしょ。あ、マゼさんか、マゼさん分かる分かる、細川さんって言うんだ。マゼさん今ポンちゃん支援してんだ、あれしょ、うなちゃんマンずっと支援してた人でしょ。あ、本名細川さんって言うんだ、知らなかった。マゼさんは分かる、マゼヨルガナさんでしょ。そりゃマゼヨルガナさんは分かるけど本名分かんなかったな。マゼさん分かるよ、有名配信、有名リスナーか、超有名お金持ちリスナー。
マゼヨルガナさん。八マイルズハイさん、超有名かこいさん、うん、超有名、超有名。秋月リリさん、今ねワドさんがホラー映画のオーディション出られるかどうかの瀬戸際なの。閲覧者さん50人以上いるから、もしも1人1回でいいからお払い投げてくれたら今日の頃は希望が出るからお願いしますね。お願いします。千代豊和さん、マゼさんに支援してもらってるのは久しぶりに来たけど、映画監督、そうですね、今映画作ってますね。八マイルズハイさん、っていうかまだ生きてるのか。そうだね、人工透析やってるね。池さん、久しぶりに来ましたけど、映画監督ですか。そうそう、映画撮ってるんですよ。最近、映画作ってますよ。頑張ってます。もう子供の頃一番最初の夢だったんで、頑張って叶えようかなと思って。今はドさん25位だよ。嘘、25位上がった。リリーありがとう。ありがとう。今25位か。あと5人抜こう。あと5人抜こう。まずはそっからだ。明日抜かれちゃうかもしれないから。あー来たー、お払いありがとう。リリちゃんありがとう、お払い。ちょっと片付けもしようね。ブロックされちゃったの。よしよし、いい子だよ。池さん、これでもいいですか。あー、それも大事だよ。それもポイント上がるから。かずみちさん、先ほどはありがとうございました。あー、いたばばあ、いらっしゃい。ごめんね、なんかいたばばあの枠最近お邪魔できてなかったから、たまには遊びに行こうと思って。面白かったよ、いたばばあ。いたばばあ、ありがとね。いや、女子高生の格好してたから笑ったよ。ていうか、いたばばあなんか最近痩せた。前より痩せたでしょ。なんか綺麗になってた。ありがとう、ご隠居さん。ありがとう、お札ありがとう。なんか板ババアが女子高生の格好してて、俺クソ笑った。なんかタイミングあったから挨拶にと思って。とんでもない、なんかバーガーなんてね、少ないアイテムでごめんなさい。リリさん、イカ様、リリです、うん、お久しぶりです。イタババア、イタババアさん配信者だよ。カモさん、ワドはイタババア、彼女いなかったら抱ける。そういうね、抱けるか抱けないかとか本人の前で失礼でしょうが、女性を抱くか抱かないかで判断したらダメだよ、うん、俺でも板ババア好きだよ。昔から好きだよ。板ババアのこと好きだったんだけど、なんかリスナーさんがポンプして、なんか板ババア和道がディスってるぞって言って、で板ババアと喧嘩するところからね、お付き合い始まってんの。いや、板ババア誤解だよっつって。失礼しました、板ババア。池さん頑張ってください。俺板ババア昔から大好きだよ。頑張るね、池さん、ありがとう。板ババア昔から好きで、でそれがなんか板ババ面白いって言ったら、なんか変なポンプが入っちゃって。八マイルズハイさん、うん、板ババさんフォローしました。今度機会があったらコメントする、ね。板ババめっちゃ古いよ。俺より先輩だよ、ふわっち。板ババめっちゃ古くて。そうそうさん、お札を参考に。おお、そうそう、おはよう。そうそう、おはよう。元気？あ、そうそう、俺今日そうそうの夢見たんだよ。
これ本当だよ。今日俺祖母の夢見たんだよ。びっくりしたもん。超リアリティある夢で、なんかあの超リアリティある夢で夢だって気づかなかったの。今日俺祖母の夢見たよ。しかも鮮明に覚えてるからね。ちょっと面白いんだよこの夢。なんだか意味不明な夢なんだけど、わあ祖母が夢に出たと思って。厳密に言うと祖母が夢に出たわけじゃないんだけど、祖母が夢に出たんだよ。それがちょっと面白い出方をしたんだよ。なんであんな夢見たんだろう、うん、今日の夢はシュールだったよ。鉄鍋って本当は水で洗っちゃダメなんだよね。池さん、捨て頃出ますか？捨て頃に関してはね、考えてます。お誘いがあってからだね。ちょっと考え中ですね、捨て頃に関しては。捨て頃出たら応援してくれる、うん、よいしょ。ただ鉄鍋洗っちゃいけないんだけど、油ギトギトだから洗おう。どんなシーンだよ。ほんとね。何だったっけな。あのね、もうすっごい、もうギャグ漫画界ですっごいコアな漫画家がいるの。とんでもなくコアな漫画家のギャグ漫画で、大日向剛さんっていう、もうシュールすぎてギャグ漫画好きな人も知らないぐらいの超シュールなその漫画家がいるのね。で、俺がその大日向剛先生の家に行って、あのとあるその大日向剛先生の漫画でフェイスガードトリコ5巻っていうのを本人の前で読むの。そしたらね、登場人物に漫画の中の登場人物に、ね、ソソっていうキャラクターが出てきて、農家でごぼうが収穫できたぜっていうギャグのシーンがあって、こんなにごぼう取れたぜっていうギャグで、祖祖がごぼうをたくさんこんな持って抱え込んで、やったぜ今年のごぼうは最高だぜみたいなシーンで、あれもしかして祖祖ってこの人じゃないですかって言ったら、その漫画家の大日向剛先生が、あ、奇遇だねみたいな、祖祖くん知り合いなんだみたいになったっていうところで、はって目が覚めた。和道さんの捨て頃全部見てます。もちろんお見せします。そこで目が覚めた。奇遇だねで目が覚めたって。だから、あ、そうそう、ごぼう作ってんだと思って目が覚めた。若い頃ごぼう作ってたんだと思って。ブリブリザイモンさん、リアリやるか。池さん、ありがとね、応援ありがとう。そうそうさん、わら。面白いでしょ、ちょっと。そうそうが漫画のキャラクターで登場したの。で、このモデルってあの人じゃないですか、そう、もしかしてって言った。あ、僕もお世話になってますみたいな。わけわかんねえよ。でも朝起きて夢だって気づいて、後からじわじわ来たもんで、ね、歯磨きながら、この夢何なんだと思って。終月リリさん、ちょっと面白いね。ごぼうの収穫ってなんだよ。そうそう、今日きんぴら作るわ。きんぴら作ろう。美味しいきんぴらを家族に振る舞おう。いや、笑ったよ。昨日は笑ったよ。昨日つか今日か。変な目覚めだよね。
でもリスナーが夢に出るってもう末期だよね。俺の俺の。お盆大好きだよ。逆三角星星音符。リスナーが夢に出るって何なんだよ。俺の人生どうなってんだよ。池さん洗い物してる。えらい。いや洗い物しなかったらダメでしょ。えらいとかじゃないじゃん。洗い物するよ普通に。っていうか俺あれだよ、洗い物結構好きだよ。なんか昔からあの一人暮らし、あシンクが狭くてさ。新月リリさん会ったことあるリスナーさんなの？あだってあのそっかリリ捨て頃ってわかる？俺の YouTube のトップページにさあの格闘技やってるでしょ俺。あれの大会名が捨て頃って言うんだけど。アイマシオ www、うん、匿名取表口さん、うん、ニコ生から来ましたが、かずみちさんがはるかにまともなのを上げますね。いや俺まともじゃないと思いますよ僕。まともじゃないと思いますよ。匿名さんありがとうございます。うん、会ったことあるリスナーさんだよ。ソソはソソの家にも泊まったし、あの捨て頃も来てくれたし、会ったことあるの2回かな。2回か。実際会ったのはソソの家泊まった時で、捨て頃で再会したのかな。うん、全然ソソ2回か。でもなんかもうずっとソソ応援してくれてるから、もうなんだろう、なんか2回しか会ったことないって感じではないな。顔も覚えてるし、もう顔もはっきり覚えてる。なんか優しい人なのよ。もう幸せそうな優しい、なんだろう、お兄ちゃんでもないし、お父さんっていうにはそんな年離れてないし、親父でもだから、なんだろう、ちょっと年の離れた、なんだろう、お兄ちゃんというかおっちゃんというか。そうそうさん、漫画みたいな顔してます。漫画みたいな顔してるかどうかわかんないけど。ブリブリザイモンさん、ボケ人の話聞けや。すごくいい人だよ、そうそうは。優しい、もう顔に出てる人柄が。なん俺の話とかなんか合わなそうだけどなっていう。なんかね、祖祖の人柄から考えるとあんまり俺のこと好きじゃなさそうなタイプだと思うんだけどなとか思って。お兄ちゃんとか祖祖いくつだっけな。俺より年上だけど、なんだろう、包容力があるんだよね。すごい頼れるお兄ちゃん的な、優しいお兄ちゃん的な。そうそう、何個上だわかんないけど、お父さんは言い過ぎだよな、5個ぐらい上。リスナーさんの年齢を覚えるのがわかんないんだよね。なんかもう本当に絵に描いたような幸せな家庭を築いてそうな。わかんない、リリちゃんと旦那がいくつかわかんない。わかんないわかんない。俺優しいかな、どうだろう、優しいか俺。そうでもないと思うよ。そうそうさん、八個上、八個上か。まあだから変な、だからね、八個上だと普通関わりがないもんね。なんか不思議な、なんつうんだろう、普通八個上でね、生き方まるで違う人と関わらないもんな。なんて言えばいいんだろう、例えようがないんだよね、こういうリスナーさんどんな関係かっていうか。だから祖祖は祖祖だ。まあなんかもうほんと優しいお兄さん、ニコ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 してる。いつもニコニコしてるの。怒ったら怖いタイプだね。
あの怒らすからダメなタイプ。中月さん38歳だよ。旦那の秋月健介はそのくらいなのかな。いやいやいや、八個上だった。だって俺が33だから、お旦那さんはだからあの5個上だよ。だからね、リスナーさんの年齢って聞くことがほとんどないから、なんて言うんだろう、あんまりね覚えるっていう癖がないんだよね。あと人の年齢全く気にしないから、俺が。だからのんちゃんの年齢とかも分かんなかったからね、参考上って言われたら、あ、そうなんだって覚えちゃったもん。蓋開けたらね、12個上だったよ。池さん、ケイ？ケイ？何ケイって。人は年齢じゃないからね、どんな生き方をしてきたかだから。あとね、ソソはね、あの分数の割り算ができる、分数の割り算をできる男ですよ。賢だよ、賢。終月ギリさん、そうそう、生き様が大切だよね。そうそうそう、ライフスタイルだよ。だってとはたかだか100年しか生きないのにさ、年齢が上だとか下だとか言ったってさ、しょうがねえじゃん。100年しか生きなくてそんなんでマウンティングしちゃったらしょうがないよ。けいちゃんさん、お札を3個プレゼントしました。ありがとう、けいちゃん、ありがとう。池さん、池の反対形。池の反対形。終月リリさん、誤差の範囲だよね、年齢なんて。そうだよ。すごい人はすごいし、ダメなやつはダメなんだよ。33歳でこんなことやってんの。そうそうさん、10倍、1回お払いしました。おー、そうそう、10倍ありがとう、お払いありがとう、そうそう、ありがとう。きたー、10倍はエフェクトがつくんだね。ありがとう、そうそう。終月ぐるさん、すっごい俳優デビューにまた一歩近づいた。10倍だとエフェクトがつくんだね。10倍ってことは結構ポイント上がったんじゃないの。ランキング上がったんじゃない。どう、ランキング上がんない、まだランキング上がんねえかな。終月ぐりさん、和田さん、21。おお、マジかよ、やっぱ10倍すげえな、ありがとう、ありがとう。21、やば、あと1位じゃん。あと1個で、まあまあだから明日荒れるだろうな。明日予選通過かかってるから、みんな爆投げするだろうから、とりあえず今日ね10位ぐらいにまで戻っておけば。ありがとね、みんな、みんなのおかげだよ。10倍の破壊力。ありがとう。あ、ありがとね、小さい秋見つけた、もうありがとう。いや、ていうかもう11月は冬だよ。確実に四季がなくなっていってるからね。すごい。終月ギリさん、みんなでワドさんをホラー映画出演させようぜ。お願いします。まあ映画じゃなくて一応なんかドラマみたいだけどね。ドラマっていうかな、 DVD 映画っていう企画ではないらしいんだけど、まあ俳優であることは間違いないから、
プロフィールにね、俳優やってますって載せられるからね。ウィキペディアに載せられるから、ウィキペディアに、ワドペディア、ワドは俳優である千葉県生まれの俳優である都内在住アイテムありがとう。おはよう。匿名取引口さん、お、10倍オフだ、来たね。さあ、何ポイント差かな。終月ギリさん、そのホラー映画みたいなのみんなも見られるの？ツタヤで DVD 出るって書いてあったね。ツタヤでレンタルできるって。ちゃんと商業ベースに乗っかるらしいよ。流通に乗っかるんでしょ。いいイベントだよね。夢があるよね。だからみんながレンタルしたら見れるよ、各自。今日はいいことありそうだね。ゴールドね、いいことあると、いいことあるよ。いいことあるよ。お札はね、無料アイテムってやつだから、1日3枚配られるだけだから、1回使っちゃったら終わりだから、無料アイテムっていうやつはそういう感じだ。で、有料アイテムの方がポイントは加算されやすいっていう感じだから、なんだろう、閲覧数が多い人は無料でもこうそこそこ上の方にランキングいく。でもまあ結局ね、有料アイテム投げてもらうかどうかになるんだよね。お札ありがとう。お札プラス霊媒師で、霊媒師の方が効果は高い。だ、結局霊媒師何個もらうかゲームになっちゃってるね。ここはね、ふわっと改良してほしいね。もっと無課金の人も楽しめるようにしてほしい。課金する人も楽しめて、無課金の人も同時に楽しめないと、お金持ちばかりじゃないから、みんなで楽しくなる仕組みを作ってほしい。うわー、すごい。なにどうした、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 いきなり、あ、で、なに、ありがとうございます。どうした、ちょっと待って、何の脈絡もなく、どうした、どうした、ちょっと待って、お皿洗いですいません、なんか、何、どうした、60個誰あなた誰、 ありがとうございます、匿名さん。いや、全然気づかなかった。なんだなんだ、何が起こった、60個え、これ何位になった、ありがとうございます、誰、何、いきなり何の脈絡もなく、どうした、ありがとうございます、え、何位、急に60個ありがとうございます。終月ギリさん、市大将かな、大将お待ちっつって、大将来た、寿司大将っていう小手半ではないからね匿名で投げると毎回その匿名の名前が変わるから、寿司大将って名前ではないよ、あの人終月ギリさん8位だよ。8位、マジでありがとうございます、ありがとう。じゃあみんなに、みんなのおかげで8位になれたよ。みんな愛してるよ。うん。
よし、はい、これであのチャラファンサービスした今、はい、またバク投げ来るな。週月ギリさん中中っつってちょっと面白いな。普通だったらそこ金毛とか言われてたんだけど、中って普通に言われちゃったリリー面白いね。シューって普通に乗っかったパターン、乗っかったパターンは初めてだな。乗っかるんだリリーは。シューってよいしょ、うん、どうしようかな。あれの漂化、漂白するわ。の漂白。おはよう。週月ギリさん、匿名さん、光栄至極です。お礼の言葉もありません。ありがたいね。ねえリリちゃん。ねえリリちゃん。よいしょ。週月リリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。政治家のウグイス嬢みたいになった。のんちゃん元気だよ。のんちゃん元気、元気元気だよ。すくすく育ってるよ、のりこは。のんちゃん最近偉いから頑張ってるから。バーガーありがとう、のんちゃん。いい子ねえ、のんちゃん、いい子にしてるもんね、最近ね。のんちゃん、ちょっとさ、のんちゃんさ、絵描くの iPad Pro プレゼントするよ、今度。それで絵覚える、またやり直すのどう？それともペンタブの方がいい？パソコンで描くの。のんちゃん、俺からさ、のんちゃんの絵描く復活のさ、機材でさ、ちょっといろいろさ、お金貯まったらさ、あの iPad Pro 買ってあげるよ。iPad Pro で絵描けるから今。Apple がね、iPad がすごくて、絵描く機能すごいらしいの。まあ、ちょっと待っててね、のんちゃん。そしたらのんちゃんが寝てる、後ろでお絵描きできるから。iPad Pro とペンタブ？ Apple のペン。できるよ。一緒に覚えよ。そしたら俺のイラスト描いて、俺が描いてほしいやつ。そしたらのんちゃんの絵が俺と一緒の作品になるでしょ。俺とのりこの共同作品に。ねえのんちゃん。のんちゃんって絵が上手いよね。のんちゃんは美大生だよ、元。もぐらさん、お前引退したんじゃないの。のんちゃんは元美大生。うわぁ、お払いありがとう。マジ？うわぁ、マジかよ。お払いありがとう。20個、40個、洗い物してたらお払いいっぱいもらっちゃった。ありがとう、匿名さん。ファンタスティックお払いありがとうございます。ありがとう。これ1位になれるんじゃないの今日。いや俺今もう何位だ、今何位だっけ俺。
これ1位になれる今日。奇跡の。もぐらさん引退しないの？奇跡の1位かこれ。秘密ちゃんさん何で戻ってきてんだよ。引退したんだろ。すげえ嬉しい。ありがとうありがとう。ありがとうね。いやばく投げは金かかるわ。しがたく。え？ソソが投げてくれたの？ありがとうソソ。終月ギリさん。5位。5位？マジで？マジで5位？ありがとうございます匿名さん。本当にありがとう。これなんだ、おしぼり腹筋30分キャップ一杯。フグセンさん構わんよ。ありがとうございます。入った後ありがとうございます。誰だろう、ちょっと今手袋でハイターやってるからまだ確認できてないけど、誰なんだろう。ソソ誰だろう。ソソが投げたの？誰が投げたの？フグ線が投げたの？フグ線が投げたの？どっちなの？ブレブレで分かんないよ。誰だろう。ちょっと待ってね。ちょっとハイター終わったら確認するから。これハイターつけ終わったらモーニングコーヒータイムだな。負け猫さんお疲れ様です。お疲れ様です。負け猫さん匿名取票口さん20回目しました。100個目ありがとう。アンチはうるさいだけじゃなくて、ありがとうお払い、無理しないでくださいね。匿名取票口さん、うわー120個目ありがとう。嘘だろ、ありがとうございます。匿名取票口さん20回を払いしました。そうだろ。フグセンさん、たく、俺じゃないってことにしよう。ありがとうございます。すごい、負け猫さん、わかりますわら。ありがとう、160個目ありがとう。やば、まさかの1位。今日シンデレラ、私シンデレラになれるのかしら。負け猫さん、奇跡来ましたね。すごいね、奇跡が起こったね。俺今回ダメだと思ったよ。え、まさかのこれ俳優デビュー？ハリウッド近くなってきた？マジでありがとう。嬉しい。誰だろう。ちょっと待ってね。ハイターつけたから。ちょっと確認するから。家事やってるだけなのになんか申し訳ないな。取れない。ハイターよく手洗わないとかぶれるんだよね。終月ギリさん1位だ。え、嘘マジでナンバーワン。嘘でしょ、嘘でしょ、マジで言ってる。負け猫さんおめでとうございます。マジか、マジか。フグセンさん構わんぞ。マジで言ってる？え、マジで？ありがとう。終月ギリさんおめでとうございます。嘘。ノリコアット。奇跡起きた。8888。奇跡起きた。ちょっと待って、誰がくれたか確認します。うわ、マジか。ありがとう、こんなたくさん。ごめんね。ありがとうね。ありがとう。嘘、うわ、終月ギリさんマシだよ。マジか、マジじゃん。俺1位になっちゃったよ。嘘でしょ、なんで1番、俺が1番俺が1番なこと見たことある？負け猫さん大逆転わら。大逆転でしょ。俺がさ、イベントで1位取ったのなんか見たことないよね、みんなね。見たことあります？ここ最近。1位、1位で予選通過できんの、マジか、やば。ありがとうございます皆さん。そうそうさん、スクショ撮って、スクショちょっと固定化するね。これくらい。1位じゃん、ありがたす。明日抜かれないようにしよう。
明日ひどんなとかこの辺に抜かれないようにしないと。やはりリスナーとして、いやー嬉しい、マジでありがとう。いやー嬉しいよね、ありがとう。よかったねえ、嬉しい、超嬉しいね。誰だ誰だ誰だか分かってんだけど言えないっていうね。ありがとうございます、匿名さん。うん、じゃあ花火さん照れてんのかよ。うん、ありがとう。終月リまた上がるな、スクショ撮ったよ。これまたまた来るな、うん、俺のキス負け猫さん草草っつって俺のトロピカルキッス、色恋営業ですから、色恋営業見た今色恋の瞬間、うん、小さいやけありがとうございます。肛門を出すな、肛門じゃないですよ。ギャーってなんだよ、池さんバイバイ、ギャーってなんだお前バイバイってなんだよ、いなくなっちゃうんかい。終月リリさん、私からもチュチュチュ、はい、ちょっと待って、コーヒー買いに行こうぜ。引退しないのか、うん、よいしょ。ナンバーワンになってしまいました、ナンバーワン。何でだ、よいしょ、コーヒー買いに行こうぜ。コーヒーただいま、あ、そっか、 Wi-Fi が繋がってるからダメだ。ちょっとコーヒー買ってくるわ、恒例のコーヒー、コーヒー買ってきま、ちょっと待っててね、みんな。すげえ、1位かよ。そうそうさん、これで引退できるな。俺が1位かよ。え、マジで言ってんの。池さん、また来ます。おやすみなさい。おやすみ、また来てね。おやすみ。池さん、またね。また来てね。ちょっとコーヒー買ってきます。6メートル氷口さん、お札を3個プレゼントしました。終月リリさん、ありがとうございます。匿名さん、リリからのチュ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 。匿名取氷口さんに10回を払いしました。匿名取氷口さんに10回を払いしました。負け猫さん、物星パチパチパチ星。終月リリさん、のんちゃんもお礼の口づけをしなさい。池さん、和道さんのリスナーさん、おやすみなさい。ベッキーさん、すげえ。かーやさん、すげえ。ただみや、はい、ただいま、ありがとう。あれ映ってる。終月リリさん、池さん、おやすみなさい。よいしょ、おやすみ。 ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。どうも、ナンバーワンです。のりこあっと銀河さん、え、星もっさりさん、おはようございます。どうもおはようございます。ナンバーワンです。また40暴きたね。え、また40来たの。俺がコーヒー買いに行ってる間に。マジか、ありがとうございます。皆さん、
皆さんご覧いただけますか。ナンバーワンです。どうもありがとうございます。私がナンバーワンです。すごいね、匿名さん、ありがてー、なんだこれ、ありがてー。でもね、まだまだね、先は長いからね。やったね、来たね、終月ギリさん、かっこいいよね。すごいよね、金持ち、すごいよね。やば、マジで俺俳優デビューできんのかな。みんなも投げてね、もうどんどん、みんなの一発も大事だから差を開かせようね、うん、みんなで投げるっていうの大事だからね、うん、一発で負ける可能性あるから、うん、いやー、これはあれだな、明日の予選1位通過してーな。うわ、めっちゃ1位で逃げ切りてー、めっちゃ1位で逃げ切りてー。俺もう生まれてから一番取ったことないからね、めっちゃ嬉しい今。やべえ、ひどんなが追い上げてくるぞこれ、多分明日。やばたん、またドレさんにディスられるな多分。また多分ドレさんに壮大にディスられると思う。多分俺の予想ね、俺が負け猫さん、うん、キンキンに冷えてやがるぜ、キンキンに冷えてやがる、週月ギリさん、うん、勝って兜の糸口を締めよ、ね、皆さん安心は禁物です。そうだ、ね、投げましょう。そうだね、戦いはまだまだ中盤戦だから、ああ確かにまだ浮かれたらダメだね、うん、暫定1位だからね、暫定1位でもありがたい、ありがとうございます。そうだ、明日だから決戦、まず予選通過明日だから。まあでも予選は通過しただろう、これこのまま1位で通過してえな。ありがとう、リリちゃんもありがとう、お払いありがとうございます、ありがとう。いやー、奇跡ってあるんだな、すごい人がいるんだね、リスナーさんで。すごい、いや、すごいな、すごいな。コーヒー飲もう。まあまだ長期戦だからじっくり行こう、焦ったらダメだよ。イブさん、お札ありがとう、イブプレゼントしました。 KP 焦ったらダメだよ、戦いは長いから。 KPまったり行こう、まったり。俺はあれだ、ロマンスの神様に委ねてるから、もう人生の全てをロマンスの神様に決めてもらってるから。イブももう長いよね、イブはロム戦気味だけど、なんだかんだめっちゃ長いよね。でもね、本当にね、みんなのおかげだよ、みんながね。そうだね、なんだろうね、冬の広瀬香美、夏のチューブってあれなんなんだろうね。やっぱ広瀬香美冬に聞くといいんだよね、なんなんだろうあれ、めっちゃいいよね広瀬香美。終月リリさん、やはりワドリスナーとしては花が高いわ。ねえ、ありがたいね、俺も嬉しいよ。苦節6年なかなか日の目を見ない男、うん、まあまだまだね、人生は長いからね、まったり行こう、まったり。さん、先は長いぜ、うん、最後笑おうね、みんなでね、最後の最後笑おうぜ、うん、にかっつって、
そうだ、もし仮になんだけど、俺ね、今あのグッズが3つあるんだよ。で、みんなに相談、みんなに相談ね、これ。物販がこの捨て頃ステッカーが500円、これ捨て頃ステッカーイラストね、これ500円で販売してんの。これ捨て頃和道ステッカーで、またどれにキックされたわ、マジで。これが布製のステッカー、これが1000円、2個目のグッズで、3個目もステッカーなんだよ。3個目も和道ステッカー、捨て頃タイプで、ステッカーはもう結構種類あるじゃん。あと T シャツもあるじゃん。次グッズ何があったらいいかな。ステッカー3種類の T シャツあるじゃん。どうする、次のグッズ。バッジを作ろうか、ピンバッジを作ろうか。負け猫さん、タオル、タオルがいいかな。タオルいいね。次何作ろうかなと思って迷ってるんだよね。どうしよう、タオル。なんかピンバッジだったらこうなんかそんなに目立たないし、なんかいいかなとかも思ったんだよね、タオルか。ベッキーさん、最近なんでも作れちゃうしな。終結ギリさん、バンダナ、バンダナか。バンダナって作れんのかな、ちょっと見てみようかな。バンダナか、バンダナ、オリジナルバンダナ、バンダナ、うん、オリジナルバンダナ、あ、作れるんだ。ちょっと高いね。なおさん、バッチ入らないよ。バッチ入らない？バンダナもあるね。作れるね。何がいいかなとか思って。それがパーカーとか。あ、でも冬だもんな。なんかちょっともう一品増やそうかなと思ってんだよね。匿名取表口さん、お札を、お札ありがとう、プレゼントしました。お札ありがとう。何がいいかな、グッズ。終月ギリさん、うん、少し大きめのハンカチみたいのバッグにつけても可愛いし。はい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 。いいねいいね、スカーフみたいな感じか。スカーフ、スカーフおしゃれかもね。首に巻くエルメスみたいなデザインにして、のりこと一緒にちょっとエルメス風エルメスみたいなのここにふわっとさせたいね、首元をねスカーフにする、エルメスみたいなスカーフって作れんのかな。ベッキーさん、わらわらわら、え、それ面白くない、もうエルメスっつった、いや、ワドメス。お札を3個プレゼントしました。あちゃんいらっしゃい。エルメスの、それ面白いね。俺エルメスのバンダナ欲しい、あのスカーフ欲しいと思ってたから、もうエルメスを意識しまくった、それ面白いね。それどう、賛成みんな、それ面白くない。俺いつもここにエルメス風のスカーフなんだけど、ワドなんでそれつけてんのって、いやグッズなんだよね。3個プレゼントしました。そうそう、ガッツリパロディ、それよくない。そうする、ちょっと面白いよね。エルメスのスカーフがここにいつも巻かれてて、仮面ライダーみたいになってて、それにしようか。ちょっとスカーフで検索してみるね。じゃあ終月ギリさん、ね、女の人も使えるような高級感ある、ちょっとサテン生地みたいなキラキラしたやつで作ろうよそれ面白いね。あ、じゃあ次のグッズはあのスカーフでいきます。スカーフ作れんのかな。スカーフデザインのんちゃんと俺ね、オリジナルあるわ、あるんだ、すごい、何でもあるね今世の中に。あったよ、あったあったよ、みんな、うん、終月ギリさん、それなら買う、買う、ほらいいじゃん、
俺の首元ずっとスカーフ、これ自分でデザインしたらめっちゃ面白いよねこれ絶対面白いよねスカーフは。スカーフみたいな。でもさ女の人もいいし、ちょっと男の人今回これ良くない？これ当たりでしょ。なんかありきたりなグッズよりもさ、なんかスカーフ巻いてたらめっちゃいいじゃん。スカーフ、1枚、何センチがスカーフって定番なんだろう。25×25、 高っ。スカーフ高っ、高っ。びっくりしたんだけど、スカーフ高っ。25だと小さいよね。バンダナだよねこれだと。だから 60×60 で作りたいよね。 60×60 じゃん、このサイズだよね、やっぱ作るなら。でもね、ベッキーさん、布物は数作らないときついね。ちょっと待ってね。いや、もう決めた、作る。うわマジ、ちょっと待って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 。ベッキーさん、ダメだったらマグカップ。いや、スカーフもう決めた俺は。そうそうさん、極力小ロットで。小ロットでな。うん、やろう、スカーフ行こう。終月リリさん、いやこれ頑張る。三角星星音符、うん、極力小ロットで頑張ろう。 和道スカーフ頑張ります。行こう、これは。うん、頑張ろう。のりこのデザインが光るよこれでもなんだろう、高級感あってこういう感じにしたくない？なんかエルメスっぽい服するけど、この中で言ったらこういう感じだよね。そのこういう感じ、この中で言ったらだよ、エルメスっぽいのってどちらかというとこれのカラフルな感じじゃん。これのカラフルバージョンでいこうよ。そうしよう、行くか、ついに。うん、なんかちょっとね、グッズグッズ感してるのじゃなくて、本当に奥様がつけたくなるような、白金の奥様が、あら素敵。終月リリさん、うん、そうだよね、うん、ちょっとのりことデザイン頑張ろう。これは面白くなるよ。うん、これはいいね、これはいいね、スカーフはいいね、うん、ちょっと面白いな俺も使うしね、俺も。のんちゃん、スカーフのデザインできる？大丈夫？ちょっと俺が注文バンバン出すから。ベッキーさん、のんちゃんデザイン、のんちゃんデザイン前回好評だったよ。のりこはもうのりこマロングラッセっていう、あの画家の名前もあるからね。のりこマロングラッセ作、ちょっとシャカとペコもモチーフに入れようか。ちょっと文鳥がちょっと羽ばたいてる感じもちょっとモチーフに入れて、シャカとペコがこう羽ばたいてる、パタパタしてる感じを入れよう。終月ギリさん1位になって閲覧者激増してるよ、ね、皆さんも小さく入れても可愛いし。和田さんはランキング今1位で S、うん、ベッキーさん買います。ありがとうございます。ランキング1位です、皆様のおかげです、ありがとうございます。飲んでないやつ。ベッキーさん、文鳥買います。ねえ、文鳥入ってたらね、ペッキーもね可愛いってなるじゃん。だからシャカとペコ、あ、ちょっとおしゃれワンポイントで端と端に入れようか。シャカとペコこうシルエットで、そう、綺麗な模様にこの角の部分、四角形の部分あるじゃん、この角の部分にシャカと反対側にペコがいるみたいな、そのデザインはそののりこのタッチで、うん、いいね、いいね。
エルメスのスカーフ欲しかったから夢が叶うな。いいね、それは面白い。きらびやかな感じで、アホだな。ブリブリザイモンさん、ありがとうございます。ブリブリザイモンさん、ありがとうございます。リスナーさんのおかげです、ありがとうございます。これ今のうちにスクショしといた方がいいよね。今のちょっとスクショしてくるわ。あ、板ババア、ありがとう。奇跡が起きたよ、板ババア。ちょっと待ってね、今あのキャプってくるわ。千代豊和さん、お札をプレゼントしました。千代豊和さん、お札をプレゼントしました。お札ありがとう、キャプってきました。いや、皆さんのおかげですよ、本当に皆さんのおかげです。あとでツイッターに貼るからね。ゆうこさん、おめでとう。ありがとう、ゆうこちゃん。明日ね、1位で逃げ切れたらかっこいいよね。問題は明日の夜つうか明日だよね。ブリブリザイモンさん、お札をプレゼントしました。これは1位で逃げ切りたい。これって持ち越しか今回は。ちょっと待って、今調べるね、ルール。イベント持ち越しだったら予選通過の時どうなるんだろう。そうそうさん、ごぼう抜きされないか。ごぼうだけに。そうだね、ごぼうのソソだからね。やめて、縁起悪い。ソソの夢ごぼうだったから。6m表口さん、10倍お札をプレゼントしました。あ、お札10倍ありがとう。ね、今回週月リリさん2位のヒドンナさんとの差は14,800。あ、結構差開いてきたね。ブリブリザイモン、結構差開いてきたね。プレゼントしました。メインキャスト5名、その他約5名、ふわち中心の作品、全国のお店レンタルショップで発売レンタルされる。今見てきた。ありがとう。顔出し出演、声のみ出演。板ババア平慶さん、お札を3個プレゼントしました。負け猫さん、ビトンナさんびっくりするでしょうね、わら。ひどんなビビるだろうね、まさか和道みたいなね、え、予想してないでしょ。俺がだって1位になるなんて、ほんと1年ぶりぐらいじゃないの。何かでこういうイベントで1位になってんの。ちょっと待ってね。だって111人の中から1位になってんだよ今。あ、すごいよね。いや、ここで差をつけたいね、本当に。ここで差をつけたい。ポイント持ち越しって書いてあるかな。多分今回持ち越しだね。大丈夫だね。今回あの予選と本戦切り分けられてないと思うな。だよね、持ち越しだよね今回。だからいい感じだよ、いい感じ。週月リリさん、私は揚げマンだよ。WWW。 いや、ほんとそう思う。揚げマンだと思う。リリ来てからね、リリがすごく空気よくしてくれて、なんかいろんな人がコメント書きやすくなったんだよね。だからみんなリリのこと好きだっていうもん。あの本当にね、リリちゃんリリちゃんって、みんなリスナーさんもリリのこと好きな人多いよ。いや、嬉しいよな。揚げまんだね、揚げまん。ありがたいね。週月ギリさん、俺に惚れるとやけどするぜ、みんな。惚れるだよ。ちょっとさ、スカーフのデザインさ、あんまり。おはらい、ありがとう。リリありがとう。
あのさ、スカーフのデザインさ、汎用性高い方がいいよね。デザインはちょっとこだわってワンポイント文鳥とか入れるけど、あんまり俺の顔とかメインで出すとかさ、そのかっこいい感じよりも女性も使えるようなエレガントなデザインがいいよね。なんか汎用性高いやつ、中月リリさん、それがいい。岩作さん、すぐ調べんなよ。違う、今小川さんからメール来た。今ほら生活保護完全マニュアルの小川さんから今朝メール来た。朝早いな。なんかエレガントなねデザインで、カラーテイストとか俺に任せてもらっていい？宅会アットワード監督マネージャーさん、ねえ、たくみさん1位だよ。ありがたいよねびっくりしたよ。ありがとう、たくみさん。
なんか A 型作業所で貧困ビジネスに引っかかってる人がいるんだって。なんか A 型作業所で働いてるのに、なんかいろいろ引かれて、全然手取りが少ないみたい。ひどいことする会社もあるんだな。ひどいね。A 型作業所とか B 型作業所って障害を抱えてる人が社会復帰をするために働く場所なんだけど、今小川さんのところにその基礎控除分しか出ないとか家賃だとかなんだってお金引かれてる被害者の方がいるみたいで、今小川さんそれで動いてるみたいで、その和藤さん A 型作業所働いてたことありますよねっつって、それはひどいね。いや悪いやつがいるもんだよ。そんなことあるのか。あのね、A 型作業所に関してはそういうブラックな会社が多くて、国が法律変えたの、自民党になって。いや A 型作業所今もう助成金出してなくて、なんだろう、国から支援しないって言ってね。え、大福さんね、すごいよね。そう、それで A 型作業所はもうなくなるだろうって言われてるね今。でもさ、その国がさ、その障害持ってる人をさ社会に復帰するためのものにどうなんだろうね。で B 型作業所、要は障害が重たい方の、要は給料が安くて済む方は残してるんだよ。ちょっとどうなんだろうな。ちょっと微妙だよなこれは。ベッキーさん、日本の闇を感じる。いろいろね調べるとね、弱い者いじめしてるやつらとかいるよ。8枚レズハイさん、和骨。イーガーさん、10倍、お札を3個プレゼントしました。ベッキーさん、生姜、医者さんは、親含め周りがシビアだよね。いやーね、障害を持って、あのね、っていうのも、作業所とかさ普通の人働かないじゃん。で俺も働いたから分かるけど、見た目は変わらないのよ。発達障害の作業所だったからもう見た目全く普通なの。でもねやっぱりその中で、例えばそのものすごい絵が上手い人がいて、その名刺のデザインとかそのイラストのデザインとかすっごい上手い人がいるの。もう本当に絵が上手いの。だけどその人って毎日そのナルコレプシーって言うんだけど、ナルコプレシーだっけ、ナルコレプシーか分かんないけど寝ちゃうのよ。だからほぼ寝てるのその人は。でもう毎日何回も起こされるっていう。だから普通の企業とかじゃ働けないのよ。で本人が治るとかいう問題じゃないの。ただ
その人はもう本当にプロで通用するぐらいイラストがうまいのよ。だからその自社のサイトデザインとか他社のサイトデザインの、それはダメだね。それいや、そういうことさせてる会社もいっぱいあるの。そうだからそれはもう止めようがないから、周りがナルコだって知ってるか、知ってて起こしてあげるしかないのよ。で本当に体調悪い時もあるから、その時は帰っていいよとか。でも仕事は本当にできるのよ。ナルコの人見たことないから分かんないかもしれないけど、俺2人いるのよ人生で。ナルコの人、あのね、会話してて、そうだよねそうだよね、こんな感じだよ、本当に冗談じゃなくて、あ、分かる分かるわ、って寝るのよ。な、普通のさ、あるでしょ、こんな感じでしょ。本当に気がついたらもう寝てんのよ。で落ちちゃうの、シャットダウンしちゃうのよ。だからこれはね、そう、走ってても寝るからね。そうで、もうそれはさ、周りが理解しないと。その人はでも才能あるわけじゃん、ちゃんとその会社の中で必要な人材だったからとか、いろんな症状があるのね。例えばその会話、コミュニケーションが苦手だったりとか。思ったんだけど、ダブルフはもう怪しい配信多いよな。多いのよ。だからそういうところに俺は助成金で社会復帰っていうのは俺いいことだと思ってるから。だって俺もそうだし、彼女たちいろんな障害を抱えてて、普通の会社いきなり行けっつっても無理だもん。無理、だって本人だってそうなりたくてなってるわけじゃないじゃん。サボってるって勘違いされちゃうから。そう、クビじゃんそれ。だからブラインドっていう隠語があるんだけど、あの就職するときに、あの障害者枠、要は障害者として採用試験に行くのか、それとも障害を持ってることを隠してっていうのをブラインドっていうのね。障害者の、あの隠語なんだけど、だからその一般企業受かるためにブラインドで隠して何とか頑張って、でもやっぱり病気がバレちゃってクビになってとかもいっぱいいるのよ。で、A 型作業所に通ってる人はその生活保護の人とか障害持って苦しんでる人なの。でも社会に戻りたい、働きたいと思った会社に通ってるんだよ。タコさん、フワの配信って明らかにやらせ配信がだから、なんだろう、かわいそうだよね。八マイルズハイさん、子供の頃ナルコレプシーの子がいたんだけど、いつも一緒にいたよ、楽しかったよ、俺も泊まれば良いだけだったし、大福さん、ワドゥさん知識豊富ですね。じゃあ俺映画作業所に通ってたから。本人の意思ではどうしようもないもんな。そう、今だからそのブリーフィング、要は小川さんと話し合ったんだけど、あ、これは要はそういう作業所、要は和道さんが働いてたところはどうだったですかっていう風に聞かれて、いや多くの作業所はちゃんと普通に新宿では運営されてますよって。ただ社長とかに聞いたら一部悪い会社とかもあるっていうのも聞いたことがあると。でそしたら小川さんも頭回転早い人は、ああなるほどって、じゃあ映画作業所全体の構造の問題じゃないんですねって、個別で対応します、要は個別っていうのは一個一個裁判するとか、そこに電話かけて訴えるとか、あのどうなってんだオタクっていう、そう、あとは行政にリークするとか。だからちゃんとその小川さんも貧困守ろうって思って、こうやって裏取りをちゃんとやる人なんだよ。多分俺だけじゃなくて、いろんな人にこうリサーチして、何人も複数に聞いて、だからほらすごいでしょ、これボランティアでやってんだよ小川さん。今4000人だよもう小川さん、 YouTube のチャンネル登録。多分まだまだ上に行くし、まだまだ有名になる人だと思うよ小川さんは。一個一個の DM とか YouTube でコメントで助けてくださいって、生活保護とか障害のことで、でこれ全部ボランティアでやってんだよ。
すごくない？うん、すごいよね。いやー、小川さんはなんかこう政治家とかになってほしいね。俺は貧困問題に関してはもう完全同意だから、うん、貧困っていうかまあ弱者だよね。社会的弱者をこう救うっていう、まあガンジーかどうか分かんないけど、だってさ、なりたくて生活保護になってる人なんかいないよ。なりたくて障害者になってる人なんかいないよ。で今さ、障害を持ってるっていうだけでいじめられたりするの許せないよ。本人なりたくてなってるわけじゃないんだもん。で A 型作業所とかに通ってる人なんか社会復帰しようって頑張ってる人だぜ。で助成金切るなのさ、それがさ、ましてや会社の運営がさ、その人たちから搾取するってどういうことだよな。まあこういう話ばっかりだと困るよね。ありがとうバカ25個ありがとう。でもね、これ闇の深い問題でね、一人に給料10万円以下渡すの。 A 型作業所っていうのは最低時給を保証 してるの。要は1時間働いたら都とか県とかが定めてる最低時給を渡さないといけないよっていう枠組みなの。でもね、利用者さんが半年間通うと国から一人頭ね、20万か30万出るのよ。これどういうことかっていうと、こればらまきの問題で、要は一人の障害者さんをその給料払うために要は8万円とかのコストがかかるじゃん。でも国が払ってるのは30万とか20万なの。でもこれみんな知らないでしょ、税金がこういう風に使われてるっていうのは。俺は賛成派なのね。俺は別にいいと思ってるの、障害の人が社会復帰するのにお金を使うのは。今はもうこれ廃止されたんだよ、廃止されたの。だけど俺はここに使ってもらいたいし、まずその税金の使い道として知られてないっていうところが俺は問題があると思う。でなんで廃止されたかっていうと、こういう悪徳企業がいっぱいいたからの。要はお金儲かるっつって障害者バンバン呼んで、だって障害者が50人いたら50人かける20万でいくらよ。50人かける20万は1000万もらえるわけでしょ、国から会社に毎月。だから結局天下り団体とかできちゃったりとか、これが俗に言う天下りね、役員報酬で抜けやいいじゃんっていうね。要はね、病んでるよこの国は。要はお金儲かれば何でもいいってなっちゃってんの。本来は障害者を助けるためのお金じゃん。悲しいよな。それで税金をさ、増税とか言ってんだよ。悪用ではない、悪用ではない。要は正しく使われてるんだったらいいのよ。俺は実際勤めてたところすごく正しく使ってたから、なんだろう、社長とも何回も話したし、オーナーさんとも話したし、すごく正しく運営してるし、障害者を社会復帰したいって本当に思ってたんだけど、ただその中でもやり方っていうのがあるわけじゃん。例えばその8万円の給料を明らかに法律で決まってる最低時給を払いなさいって言われてんのに、そう家賃だなんだかんだとかさ、わけのわかんない項目で、障害者だからわかんないのよ。で助成金も二重取りでしょ、ポケット入れてっていう風に。貧困ビジネスって言うんだけど、弱者からそのかすめ取ってる人がいるんだよ。俺はね、ちょっとこれもう最後の締めにするけど、経営者で素晴らしい考え方が松下幸之助なんだよ。松下幸之助ってなんて言ったか、経団連のその社長さんたちが集まってるね、話し合いのスピーチでこう言ったんだよ。従業員一番、自分の会社の一番下のアルバイトとか新入社員とかの給料の本来は3倍しか経営者はもらっちゃいけないんだよって。わかる？会社のトップとかオーナーっていうのはどんなに給料をもらっても3倍だって、一番下の人間の。この一番下で働いている現場の人の給料を上げて初めて自分が給料
3倍分もらっていいわけだから多くなるでしょって、それが本来の経営なんだよって。俺はねこの心すごいと思うよ。この心、そうだね、聖者の更新ね、うん、この心を忘れちゃダメだよね、うん、まあまあこういう小難しい話はまたね機会を設けて、もしくは YouTube であの生活保護完全マニュアルっていう、そう生活保護の裏側も全部話してますんで、もしね興味がある人はあの YouTube の僕のチャンネルで生活保護完全マニュアル載ってますんで、トップページに一回見てもらえると嬉しいですね、うん、うん、あいいよいいよ、うん、あーありがたいねリリちゃんね、これでね明日ね30位とかだったら大爆笑するよね予選落ちたわどうつってる、うん、でもなんかこうなんだろう、エンターテインメントもすごく大事なんだけど、俺はやっぱりそのなんだろう、弱い者いじめだよね、社会派を気取るつもりはないけど、やっぱり現場で苦しんでる人をいじめるっていうのは俺は絶対許さねえから、うん、それ考えらんねえよ、うん、強いやつが弱い者いじめるのだけはダメ、うん、強さはあの弱いやつを守るためだからね、好きな人を守るためとか弱いやつを守るための力だと思ってるから、だからそこはね絶対あの忘れたらダメだなと思ってるから、まあ小川さんとの活動は僕は続けます、はい、小川さんも俺も金にならないです正直、生活保護の話してもこういう社会の裏側の話しても正直1円も儲からない、うん、だけど俺は続ける、うん、おーカンマさんはどつ、うん、これはもうなんだろう、金の問題を超えてるから、うん、おはようカンマさん、おはよう、そう、まあ、基本エンタメですね基本エンタメだけどたまに社会派たまに社会派、基本的にはエルメスのスカーフ作ろうねっていうのがスタイルだよ、あのね俺はねその臭いもんに蓋するみたいな根性のやつ、臭いもの扱いすんじゃねえよっていう、そう同じ人間だと思ってないからそういう対応するんだろうっていう、そう何様だよ、神様かお前はっていう、俺はそういうの大嫌いなんだよ、障害持ってようが何だろうが人間だから、生き物だから、宇宙の星屑だから俺らは、そんなね人間が人間のことを偉いとか強いとか右だとか左だとか上だとか下だとか年収がとか社会的にとか彼女がとか車がとか時計がとか、もういやもうめんどくさい、大っ嫌いだ、みんな一生懸命頑張ってんだよ、みんな辛いんだ、そうだよ、たかだか100年しか生きないんだから俺らは、たかだか100年しか生きない、だから好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるのが俺らの本当の使命でしょ、本当にやるべきことでしょ、それだけだよ、でもね小川さんはずっと片山さつきさん話題になる前から片山さつきさんの問題とか取り上げてたからね、あいつどうなのっていう、うん、ちょっと言ってることとやってること違いすぎるかんねって、だからそれにもうね出会った頃だから2年ぐらい前から言ってたからね、だからまあ見る目あるんだろうなと思うよね、ちょっと言ってることとやってること違いすぎるでしょって、あと河本不正受給問題ってね勝手に片山が言ってたけど、お前同じことやってるし、なんでお前河本のお母さんが生活保護ってお前ねえ、お母さんは一般人だからね、なんで勝手に国会議員の人間が勝手リークしてんだって問題もあるし、うん、よくよく考えたらおかしいよね、国の権力者がさ、例えば8マイルズハイのさ個人情報を勝手にマスコミとかに喋ったらびっくりするでしょ何やってんのって話だよね、ほんと北朝鮮じゃねえんだから何やってんだろうね本当に、
でね、結局河本干されたかんね。河本何にも悪いことやってないのに、一人何ね、国会議員が庶民をね弾圧するってどういうことだよな。なんかごめんな、コメント止まるよな。コメント止まるような。ほら、俺がさ、お世話になって、超広い家泊まった時あったじゃん、 13LDK の一軒家。岡山県だっけ、あそこは岡山の家。あの人の、あの社長さんはほら作業所やってるから、障害者の人とか従業員も100人いて、利用者さんとかも含めたとんでもない数の現場最前線でやってる人だから、だから詳しいのよ、作業所問題とか。そう、現場でひどいことしてる悪いやつがいるっていうのも聞いてるし、まあ何が悪くて何がいいんだわかんねえよな。いや俺はね、仕事をしてる、それはね、岡山に行った時だね、うん、岡山バガーありがとう、うん、ありがとう、お札ありがとう。俺の YouTube にあるよ、岡山の配信。その帰りに、祖祖の家泊まったんだよね。俺の YouTube に多分記録残ってるよ。お札ありがとう。でもその人はすごくもうボロボロになりながらいろいろ戦ってるよ、本当に。現場を見て、現場で語ってる、本当に。ありがとうね。じゃあ今日の放送これくらいで、一旦ちょっと部屋片したりとか、家掃除したりとか、いろいろ家庭のことやります。ありがとうみんな、1位になれたのみんなのおかげです。もしよかったらフォローしてください。 YouTube と Twitter のフォローもよろしくお願いします。じゃあ皆さんお疲れ様です。うん、ありがとうね、ありがとう。今日も楽しかったよ、お疲れ。